皆さんこんにちは、左近鈴乃です。今日から2日間 Vlog を撮っていきます。9月入ってから毎日のように Vlog を撮ってる気がするんですけど、今回の動画はファッションサイトギルトの提供動画となっております。ありがとうございます。で、最後にお得な情報もあるので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。今日の予定は、今から友達と会うんですけど、友達とポップアップイベントで合計3個予定があって、それの準備をねしていきたいと思います。で、まず朝一はいつも通りサザコーヒーのコーヒーを飲んで準備していきます。一応ね、メイクはパパッと終わらせたんですけど、あと髪の毛と今日のコーデを決めていないので、決めて着替えたいと思います。とりあえず髪を外巻きにしようと思います。今日はどんな髪の毛にしようかな。ピタッとヘアにしようかな。もう9月だから秋コーデをしたいけど、めちゃくちゃ暑いから何を着たらいいのかが分かんないから、色とかブラウン系使ったりとか、あとはブーツ履いてみたりとか、足元で秋感を出してるんですけど、今日はどうしようかな。準備ができました。今日は結局ピタッとヘアにしました。オフショルでピタッとヘアにして、大人っぽい雰囲気に仕上げたんですけど、今日のバッグはじゃん、ギルトで見つけた J&M デビッドソンのバッグです。 J&M デビッドソンのバッグは、私5年前にフリンジの有名なバッグがあると思うんですけど、それを持ってて、これ2つ目なんですけど、 J&M デビッドソンは時代を超えても変わらないエレガンスなアイテムを作っているブランドになります。これ上品なレザー素材で、このバッグをね一つ取り入れるだけで上品なね雰囲気になるので、とってもお気に入りのバッグなんですけど、これねちっちゃめに見えるんですけど、結構中身容量も入って、開けてみるとこれ繋がってるんですよね。ここが持つところと、すごくないですか。こんな感じになる。中身がこれぐらい入ります。いつも入れてるものをね全部入れてるんですけど、軽く中身を紹介すると、まあ、ハンカチと、あといつも持ち歩いてる GR のカメラですね。カメラも全然入ります。で、フラグメントケース、まあ、お財布代わりに持ってるものですね。これも入るし、あとクッションファンデですね、お化粧直しで持ってるんですけど、あとエアポッツで、アンカーの充電器、充電なくなるといろいろと困るので絶対持ち歩いてるんですけど、余裕で入ります。あとリップ今日は3つ入れてます。ニベアのリップと、ハートパーセントのリップペンシルと、エルメスのリップを入れてるんですけど、全然余裕で入る感じで、まだなんなら入るぐらいの容量の多さ。下ね、そこマチもついてるので取り出しやすいし、開いた時にどこに何かあるかが分かりやすいっていうのもすごい使い勝手が良くて、私はお気に入りポイントです。という感じで、こういうコーデでベージュとブラウンで少し秋を取り入れてみたんですけど、今日のコーデは友達に会うので、友達に後で撮ってもらいたいと思います。それでは行ってきます。あとと合流しました。大阪に新しくできたグラングリーンやってきました。私初グラングリーンなの。私もゆるキャラみたいな、あとの後輩に似てる顔プレゼントします。もうどういう顔可愛いけど、あ、ここにも貼ってある、可愛い。私は暑くてスッキリしたいのでレモネードにしました。パンを食べてきたのでそれだけにします。でもさ、見てたらさ、美味しそうになるな。買うと迷って。美味しい。これちょっとかじる？いいの？うん。ちょっとでいいよ。ちょっとで。めっちゃ美味しそうじゃない？ありがとう。学校からのお裾分けいただきました。私も頼んじゃいました。結局それくらい美味しいです。美味しすぎて、これカリビアンポークです。めっちゃ美味しい。本日のコーデ紹介をします。トップスはルエレオフィシャルで、ボトムスはユニクロのハックワイドパンツ。ユニクロ、そう、ユニクロ。綺麗。ユニクロに見えなさすぎ。
ビュールワザラで、バッグが J&M デリッキさんです。おプチプラミックスですね。プチプラミックス、ね、ほんまにでもユニクロに見えない、嬉しい。形綺麗。このバッグがゆるって持ってて抜け感が出るのでお気に入りです。しかもブランドしてない感じが合わせやすい、うん、確かにロゴも控えめ。確かに前から見たらもう、うん、肘から下しか見えてない。隠す必要ある？でもあるないやろ、普段もうキャミ一枚やあなた。ネイビーあんまり着いひんねんな。かわいい。これめっちゃ動画写真映えする。確かに、え、かわいい。しかも肩の丸みがなくなるぞこれ。ティバーナに引かれて吸い込まれて喉が渇きすぎて一旦休憩しまーす。2回目です。すぐ疲れる。すぐ疲れる。ルイボスティーラテにしました。混ぜてください。うるさすぎる。うるさすぎて何も聞こえません。シェイキングタイム。太鼓叩いてます。あやちゃん、プロのイベントに来ました。オープンイベントに。いつもありがとうございます。あやちゃん、ありがとう。はいはい。本日は彼とデートでデートの様子を撮っていきたいと思います。久々にデート Vlog 撮るんですけど、最近ね、なんで撮ってなかったかって言ったら、シンプルに夏全然外にお出かけしてなかったです。暑すぎてちょっと無理で、夜ご飯とかはどっか食べに行ったりとかはしてたんですけど、日中ねあんまり外に出てなかったから撮ってなくて、まあ旅行とか行ってたんで、まあ、それがデートっていう感じでしたね。で今日はね、今和歌山に向かってて、もう和歌山に着いたんですけど、本当は今日は奈良の川に行く予定やったんですけど、奈良の川の天気が良くなくって、で1ヶ月以上前からずっと川行こうね川行こうねって楽しみにしてたのに、先週台風で無理やって、今週に延期したのに今週も天気が良くなくって、なんか川運になんか恵まれなくて、結局和歌山に予定変更してきました。で今日は今からハンバーガー屋さんに行って、でカフェでも行って、そこから磯の浦に行って、海でゆっくりチルでもしようかなという、自然を感じるデートプランです。夜ご飯は大好きな大好きな五一をね予約してるので、それもめっちゃ楽しみなんですけど、なのでそこまで全部撮っていきたいと思います。あー見えた、綺麗綺麗、やった、自然ドライブ念願やったから、やっと外に出れるぐらいの気温になったので、おーキラキラしてる。じゃーん、おしゃれなハンバーガー屋さんへ到着しました。なんと目の前がじゃん海、気持ちいいわ。見てロケーション、和歌山のとってもとっても田舎、広川の方までやってきました。お腹が空いたので、まずはお腹を満たしたいと思います。ゆらみかんジュース、久々こういうデートもこういう場所に来る、初心を思い出す。私たち実は初デートで和歌山、初デート、初お出かけデートで和歌山の海の見える前のさカフェにさ連れてってくれてさ、で磯の浦に行って夜焼肉連れてってくれた、私の一番理想なデートプランで初めてお出かけで連れてってくれて、それが思い出すな、この感じ、初心を。え、おいしい、なんでめっちゃ濃厚よ、辛口チンジャー、少々なおいしい、辛口チンジャーも大好き、楽しいんやけど、久しぶりにこういうお出かけをしたら可愛くない、後でコーデ紹介します。うん、おいしい。
味しい、このチキンナゲット。うん、めっちゃ美味しい。このハンバーガー屋さんの目の前の海はなんと彼が子供の時に週一で盛り付きに来てた海らしいです。野生。船がたくさん。え、気持ちいいんやけど。あー、見て。めっちゃ服が気持ちいい。こっちで釣りしてこっちで海水浴だし、こっちで釣りしてこっちで海水浴。誰も人いませんけど今。次はカフェへ向かってます。本当にお昼から晴れました。天気予報通り。あー、癒されるなー、自然は。すごい場所にカフェが。え、ほんまにすごい。こんな奥にムーニーニというカフェです。インスタで調べてきたので初めて来たんですけど、細道を運転してきました。でも雰囲気好き、私こういうザ自然みたいな。ラテテイクアウトしたよ。あ、おいしい。好きなラテ。ご飯もおいしそうやったし、店員さんもめちゃくちゃ温かくて素敵な方だったので、またランチへ来ようかなと思います。来てよかった、ここ。じゃあ本日のコーデ紹介をしたいと思います。トップスはシールームリンで、パンツデニムはマルジェラです。で、バッグが J&M デイビッドソンのバッグ。かわいくない？これ。こんな感じでかけれるし、こうやってさ、クラッチで持ってもかわいい。サンダルはバッグと色味を合わせて、エルメスのオアディスのブラウンのカラーにしました。海に行くので、海っぽい感じ、自然っぽい感じで、今日はコーデを組んでみました。でも、もうちょっと9月で秋っぽくなってきたから、小物はブラウンにして、秋っぽさも出したコーデです。運転交代です。息ずーっと運転してもらってたので、帰りは私が運転します。ダサいんじゃない？私これめっちゃ前にしてるから。足届かへんのよ。本当に、前にしないと。ラテテイクアウトしたので、一番の目的の磯の浦へ向かいます。ちょうどサンセットの時間いいぐらいじゃない？5時ぐらいに着くから、6時半サンセットやから、ゆっくりしてサンセットって、ちょうど完璧タイムプラン。あー、懐かしの磯の浦。ふわ、見て、いい感じじゃない空が。ビーチタオルを持ってきました。どこで買ったかは忘れたけど、ずーっと昔から持ってるやつ。ちょうどサンセットの時間に、いい時間に到着しました。懐かしい。思い出して写真撮ろうか、二人で。いっせーので。何そのポーズ。見て、靴脱いだんやけどさ、サラッサラで気持ちよくてびっくりしてる。最近さ、こっちゃんに聞いたんやけどさ、砂に足をつけることも自然感じるのが大切らしいで。あー最高。さ、ここのさ、地球って感じ。地球。上見て、雲めっちゃ綺麗なの。え、ほんと？違う。見て、今日大正解。磯の浦、夕日がとっても綺麗です。しかも人も少ないし、はあ、自然って最高。本を追ってきましたので、サンセットを眺めながらというか、日は沈んだな。何やったっけ、マジックアワーの中本を読もうと思います。何の本持ってきたの。ああ、ユダヤ人か。もう一回再読してるやつね。はあ、え、本読んでてさ、目の前見たらなんかもう心洗われてさ、す
倒れそうになる。なんか深呼吸できるわ。大阪市内に来たら深呼吸すること忘れてるもん。呼吸が浅くなってるわ普段。和歌山から帰ってきて一旦お家に車を置いて今五一へ向かってます。9時から予約しててめちゃくちゃお腹空いた。完食もしてないのでお腹が空きました。あー久しぶり、1年半ぶりぐらいかな。すごい久しぶりの五一です。めちゃくちゃ空気よ。あ、そうですか。五一さんの日本で長時間運転の後の無理です。めっちゃ良くなってたから5位ちゃんのこの席やで、ここに5位ってあんねんで。お家へ帰ってきました。お腹いっぱい、本当に大満足な一日で、もう夜の11時前なんですけど、今回の動画でご紹介したこちらの J&M デビッドソンはファッションサイトギルトで10月6日まで購入できるので、ぜひチェックしてみてください。なんとこのバッグは 65% オフで購入できます。そして今なら初回登録の方はセール価格からさらに20% オフで購入できるので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。ということで2日間の Vlog を今回は撮ってみました。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。